あれは幻の転換とですね。語り出したこの言葉はあの時の本音でした。世界が注目した世紀の一戦、 WBSS と呼ばれるワールドボクシングスーパーシリーズの決勝、大詰めの11ラウンドでノニト・ドネア選手からダウンを奪ったシーンのことです。これは生中継では流れなかった映像です。ボディに井上選手の強烈なパンチを受けたドネア選手、その衝撃は上半身の全体が波打つほど。このままリングを半周回り膝から崩れ落ちますが、いやもう多分12秒ぐらいいってたんじゃないですか。しかも、ね、僕レフリーに阻害されましたしね。そうですね、こうやってね、はい、ダウンしてもなかなかカウントしないレフリーにやきもきしていたという井上選手。しかもダウンの直前、井上選手が畳みかけようとしたその時、レフリーが壁のように立ちはだかり、超フィジカル強かったっす。あのレフリーまあ、あれなかったらもうちょい多分展開は、うん、まあ、それとなく変わったのかなと思いますね。激闘を笑顔で振り返る井上選手、 SNS では勝利をつかみ世界の頂点に立った、その直後に見せた素顔が話題に。世界最強のパパさん、とても素敵でした。アキハ君自慢のパパですね。リングを降りるとすぐに2歳になったばかりの長男アキハ君を抱きかかえ、この笑顔。世界がモンスターの異名で恐れる最強王者が一瞬にして父親の顔に。そのトランクスにも息子の名が刻まれています。今回の大会の凄さは、団体の垣根を越えて選ばれた世界チャンピオンら8人が集まったトーナメントという点です。まさに真の王者決定戦です。これに町からは、いや途中はもうすごいハラハラしてました。もう負けちゃうんじゃないかと思って。実はこうした声が上がるのには訳があります。これは決勝の舞台に進むまでの井上選手の試合です。準々決勝では1ラウンド KO の秒殺、続く準決勝でも強烈なパンチで2ラウンド KO と、試合がすぐに終わる圧倒的な強さで勝ち上がってきました。以前のインタビューではこんな話を。まあその打たせずに打つ、まあ父がこう打たすことをやっぱ嫌がるんで。小学生の頃から父慎吾さんとの二人三脚で打たれないボクシングを極めてきた井上選手。実はプロ入り後、これまでの試合ではまともにパンチを食らう場面はゼロ。その象徴が顔に傷一つ作らずに勝つというエピソードです。例えば勝利後のインタビュー、他の選手であれば傷の一つや二つ、中には腫れた顔で話すところを、井上選手はまるで試合前と同じなのです。ところが決勝の舞台ではレジェンドドネア選手が立ちはだかり、予想外の展開に。左服を返っていった、井上の右の目から出血があります。ドネア選手の最大の武器、左フックを浴び右目から出血。今まで一度も顔に傷を負ったことがない井上尚弥。この初めての傷こそがかつてない激しい戦いを物語っています。もう二重に見えて、もう右目が使い物にならなかったんで、まあ、正直焦りましたけど、まあでもそれを支えたのは、なんかこうあの2万人を超えるお客さんの声援と、まあ、家族の存在。
井上選手を支えたのはセコンドにつく父慎吾さんの必死のアドバイス。集中集中、うん、見える？ああ見えるよ。だったら集中しよう、集中しよう、はい、でカバーカバー、セコン気持ちで負けんなよ、よし、いけ。背中を押す父の絶叫を受け、レジェンドドネア選手からダウンを奪った井上選手。試合を終えた直後、父とがっちり抱き合う姿がありました。なぜ父親は息子に打たれないボクシングを教えたのか、そんな問いに井上選手は。自分の息子が打たれてるところ見たくないからじゃないですか。まあ自分も息子に教えるなら絶対そうさせますし、やっぱりまあ今となって自分が父となって感じることは大きいですね。